本日は AED20 周年記念企画 AED 体験コーナーにやってきましたということで、私はこの後トークステージに本間先生と一緒に出演させていただくんですけれども、その前にですね、こうイベントのステージの周りになんと AED 体験コーナーがねたくさんありますので、そちらをこれから回っていきたいと思います。それでは行ってきます。倒れているときに、AED を使うときは、肌をね、こうちょっと一瞬露出させなきゃいけなくなる時があるんですけど、女性とかって肌露出、人前でするのってすごく抵抗があるんですけど、そんな女性の方でも、これをつければ、寝てる間に、ここをこの右をバッと押して、これをこの中にスッとバッと AED つけて、でスッと閉じて、この上から塩化ビニール材で、あの素材の使いを作られているので、電気を通さないっていう素材らしいんです。だから、この上からそのまま胸骨圧迫をすることができる、ちょっと女性にも安心な優れもの、マモルマルでございます。じゃあちょっとこれをね、これと、できればこのテント、このテントも一緒に使うので、できれば、このテントに入って、この中でそのまま寝てやると、ちょっと太めにつかないところで、胸骨圧迫だったりとか AED とかを受けることができるので、このテントがちょっと見てください。ペラッて開けると様子が見えるんですよ、中が。こういう感じで今何してるんだろうっていう、救助に回った人たちがこの人目につかないようにここだけこう見るみたいな感じになってるので、本当にこう救助を受ける側もこう安心してこういうテントとか守る丸とかがあると見せられると思いますので、はい、女性の救命率もね上がることを願ってます。で、この、そうですね、この赤いのを胸骨圧迫します。はい、始めましょう。で、正しい速さ、正しい強さを乗せてると、あの緑色で出てくるので、それはちょっと心がけて。お、この緑色になるといいですか。そうですね。ちょっと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90
最後、点が出てくるんです。すごい。なるほど。私は何点なんですか。あ、そう、ゴスコ出てきた。あ、84点だ。ありがとうございます。はい、じゃあ外していきます。はい